ヘビー級のシングルマッチ、ヨネ対デュプリです。20分一本勝負で行われます。さて松井さん、はい、ヨネ選手登場ですが、今日の相手はちょっと手強そうですね、レネとヨネって感じ。あれでヨネで、はい、楽しみ。井上さん、ノアではもう大型の2人の対決になりますが、そうですね、第1試合第2試合とね、ヘビー級のねシングルが楽しめるということでね、すごい楽しみですよね。そうですね。さあご覧ください、レネ・デュプリ非常に大きい、190センチ113キロ対するヨネ185センチ110キロと非常に大型の2人であります。組み合いました。さあヨネがロープに追い詰めてフィーバーポーズを取ります。松井さん、このヨネの髪型はいつも見事ですよね。これ時間かかるのかな、なんかあの相当試合前に入念に櫛で溶かしてるの見たことあります。もう本当に職人技って感じですよね。そうですね、綺麗な形を保ってますからね、はい、一番大事なんだよって言ってましたね。髪型がさすがですよ。でも松井さん、こういうその人にない個性っていうのはレスラーは大切ですよね。めっちゃ大事ですよ、ね、絶対初めて見た人も忘れない。私も初めてノア行った時一番最初に覚えましたもん。あ、そうですか、うん、子供にも大人気で、まさにその通り、このノアの人気者であります、うん、モハメドヨネ、先日の GAC ナショナル王座トーナメントから世話に敗北しました。まあ、ただ井上さん、はい、ヨネの重い攻撃と頑丈な体があのトーナメント際立ちましたよね。そうですね、やはりヨネ選手といえばコンクラベ、コンクラベでソヤ選手がね、はい、真っ向からやり合ったんでかなり見応えがありましたよね。対するレネ・ディプリはカナダ出身、4月のグローバルタッグリーグからノアに継続参戦しています。パワーは10とあります。ワグナーとのコンビでいきなり GAC タッグ王座を奪取しました。井上さん、このレネ・ディプリですが、はい、非常にこの戦いをよく分かっているクレバーな選手ですね。そうですね、パワーで行く時もあればテクニックで行く時もある、逆にスピードで行く時もあるというね。そうなんですよ、相手に合わせてしっかりとこう自分の戦い方を変えられる選手なんで、相手としてみればどういう風にね攻めていいか分かんないのかもしれないですよね。難しいんだ戦うの。松井さん、本当ではこうシュッとしてこうスマートですよね、彼はね。二人とも足長い。足長いですね。デュプリは日本でもハッスル、全日本レッスルワンとオファーが絶えない外国人です。19歳の時に WWE でローの世界タッグ王座を獲得、ラ・レジスタンスというユニットで早くから世界で認知されていました。さあここはクラシックな技、ショルダークローです。まあこういった井上さん、じっくりしたこの古典的な技もできますし、はい、ちょっと相手は的を絞りづらいんじゃないでしょうか、ディプリはね。そうですね、やはりヨネ選手としてみればこうね、打撃のね中心のタフマッチに持っていきたいんですけども、はい、なかなか今みたいにね時間をねかけたこうクローとかでペースをずらされてしまうんで、どういう風に攻めていいのか分かんないですよね。さあここは打撃戦です。チョップ合戦になりました。おっとスルスルとバッティングあって小村ツイスト、これです、ですよね。やっぱりこの打撃で対抗してくると思いきや、こういう風にコブラツイストで絡んでくるというね。すごい頭いい。そうですね、さあ小さなテクニックなんですが、その一つ一つが理にかなっています。レネ・ディプリ、ディプリは14歳でデビューしていますので、す今36歳ですが、松井さん、キャリア23年もあるそうですね、はい、絶対モテてきたんだろうな。イケメンですか、うん、顔も綺麗、まあ、ただ井上さん、はい、この世界のリングではどちらかというとこの、ベビーフェイスというよりもヒールという感じでしたよね。そうですね、やはりその主役がいてその敵対するものとして活躍してきたんですけども、まあ、ノアではね、うん、杉浦軍ということでこうベビーフェイスとしての一面をね見せてくれてますよね。そうですね、しかもやっぱりこのコロナ禍でね、日本という国に滞在して試合をね出てくれるっていうのは非常にね日本のファンにとってはありがたいことですよね。さあここは真っ向勝負、デュプリがエルボーです。わあ、いい。だんだん2人の顔つきがシビアになってきた。
ディープリはナショナルトーナメントでは準決勝でソヤに敗れましたが、ソヤの打撃を封じ込め追い詰めました。さあここはディープリの逆水平です。独特のチョップを放します。ベネディープリ音が5分が経ちましたが、ちょっとここまではヨネが攻め込まれています。余裕がなくなってきて、はい、と自慢のアフロヘアをルンズと掴んでブレマスター体勢、ヨネが膝をついてこらえています。耐えてる。ここはヨネが投げ返して主導権を握りたい。大きいから持ち上がらないの。大きいですね。両者とも大きい。すごい。さあ。いった。ヨネがこの力比べを制しました。ブレインバスター。ディプリがコーナーです。ヨネがディプリを指さして。ラリアット。もう一回行きます。ちょっと隙を見せちゃいましたね。まあでもあれがヨネのリズムですからね。そうなんですね。こういうのね、ディプリ選手はしっかり崩していきますよね。わずかな隙もディプリは見逃しません。しかし追撃して座らせました。この体勢からそう痛い。胸板に重いキックです。もう一回行くのかな。よく倒れないな。いやそうですね。倒れた方が楽なんですけどね。と蹴り足をキャッチしました。3発目は許さない。膝にエルボー。デュープリも相当疲れているように見えますが、ここからが彼の粘り強さですね。ヨネ選手一発一発が重いですからね。ヨネの重いエルボー、デュプリは平手打ちで応戦します。ロペトム、おっとパワースラム、カウンターのパワースラム。やっぱ要所はしっかりとデュプリ選手が締めてます ね、 ですね。攻められてるようでありながら攻めさせてるのかもしれないですよね。さすがに世界のリングを渡り歩いてきた百戦錬磨の男。ヨネのペース許しません。さあここはドリラホールパイルドライバー、あるいはゴッチ式パイルドライバーがあります。耐えてる。これを食らうとね、はい、ヨネ選手苦しいですからね。なんとか耐えたいところですよね。ヨネがローペトル、おっとビッグブーツ、あーっとしかしヨネもラリアットで倒しました。ディプリが肩を上げます。疲れてる、うん、さあこの試合は20分1本勝負。さあだいぶ2人の荒い息遣いが聞こえてきます。ヨネがロープを揺らして気合い揺れた。ラリアット相打ち、ディプリがナックル、ヨネがエルボーで応える。ホイップしてニアッパー、さらにネクリカドロップ。こういう引き出しもあるんですね。いろいろ持ってますね。なかなか今まで見せたことない引き出しでしたね。スワットトラスキック、ヨネが大の字に倒れ込んだ。覆いかぶさっていったディプリ。さあここはディプリが一気にいきそうです。大きなヨネを投げて、そして飛ぶの？手赤コーナーのトップロープに上がりました。190センチがダイビングエルボー、ダイビングエルボードロップ。ああヨネ返せません。デュプリがヨネを葬りました。あ、松井さん最後豪快でしたね。レネデュプリダイナミックでしたね。生で見たいな。そうですね、生で見たらすごい迫力だったでしょうね。はい、
井上さん、はい、無駄のない非常に堅実な勝ち方でしたね。そうですね、相手に攻めさせておいて重要な部分は自分でこう反撃してペースを離さないで最後はもう特大の一発でね仕留めるというね、もう理想通りの展開でしたよね。さすがに GAC タッグチャンピオン、ベルトを保持しながら引き上げていきます。まあ、パートナーワグナーが帰国中ですので防衛戦はできませんけれども、次はよりレベルアップしてそうですよね。そうですね、GAC タッグ戦線の次もねやっぱり注目したいところですよね。はい、いや本当むなしく米敗れました。第2試合は GAC タッグ王者デュプリが米を倒しました。